じゃあ行くということでいいですか。俺は、はい、はしごになっちゃうけどいいの、はい、ジローはね、あんた家近いよ。いや言うな、近い、家近い言うなよ。なんか検証がもしね、来なかったら多分そのまま解散みたいな、ラジオの後は ね、うん、そういう感じなんですけど、検証がジロー行きたくなっちゃって、どうしてもね、ジョークの、ジョークの息の匂い嗅いだら、ジョークの息の匂いで、息の匂いで行きたくなったの。いやもうそれはやばい、どうしても行きたくなっちゃった。ちょっとジローに、でもなんか俺も明日さ、呪術廻戦の舞台本番あって、気合い入れたいもんね。パンダの中だから、うん、まあ、迷惑かかんない、かかんない、迷惑かかんないけど、自分が死ぬ可能性ある。マジで。こんだけジョー君がブースの中を、二郎臭で充満させれるってことは、うん、死ぬで。もうやばいことになるよ。絵付けられるじゃん、自分の昨日の二郎に。それはやばいわ。でもまあ行ったらちょっと面白そうだなって、自分もいるのわけじゃない、うん、まあ今年のね、まあもう年明けてるけど、うん、そう、我々はね実はまだ2023年にいまして、はい、そう、3本撮りをやっておりましてね、はい、俺ら今日あの年内会うの最後かもしれないから、確かに、いや実質そうなんですよ、今年は雲水旅行とか、うん、やらない予定なんで、はい、うん、確かに、予定入れちゃったもん俺も、うん、思い出って言われたらちょっと作っとくべきなのかなっていう気もするし、ね、俺も一生ジロー忘れないと思うもん、1日2回1日2回行ったらもう検証後じゃないですか、立派なジロリア、初日で僕はしごしたんすって言ったら、おーってなんか逆に嫌いになるかも。ちなみに俺デビュー、デビュー、おー、あ、じゃあいいじゃん、だったらよ、ね、みんな、まあ、みんな行った方がいいんじゃない、確かに、なんでそんな渋ってるんですか、何があったの、何、いや終電よ、終電か、大丈夫だよ。タクシーで帰ればいいじゃないですか。あと先週言ってたあの結婚式のやつまだ終わってないんだよ。終わってないんだ。結婚式。じゃあジローでやればよくない？確かに。別に意味わかんない。ジローでパソコン出して。ジローやればいいじゃん。絶対怒られる。絶対怒られる。本当もう運水本当このノリ。この三人が嫌い嫌い言い出しっぺで。嫌いな。嫌いじゃないよ。ということでじゃあ行くこと決定しました。それでは始めていきましょう。運水の今晩どうしましょう。皆さんこんばんは、寺山たけしです。小野健翔です。佐藤正治です。京都武也です。この番組は運水メンバーがワイワイガヤガヤと賑やかにお届けする流れる雲のように水のように自由気ままなラジオ番組です。今回は私寺山たけしが MC を担当します、ということで398回目です。すごいじゃん。サンキューパー来るよ、ね、間もなく400が、あ、すごいね、本当に来てるよ、マジで来れるんだね、これはね、細々と来ました、うん、この間その、うん、あの文化放送で、うん、あのスノーマンの佐久間、ポスター見たよ、はいはい、ありますね、うんうん、あのやってるラジオにゲストでね、マジで行ってきたんですよ、すごい、はい、それどういうつながり、いやもう本当にただそのアニメ好きだから彼がっていうので呼んでもらって行ってきたんだけどさ、うん、で運水の今晩どうしましょうっていうラジオもうあのやってるんですっていう、うん、その告知をしたわけ、いや、ありがたいね、そうしたのね、うんうん、でそれで、あ、もう結構やられてるんですねって、うん、そうなんだよね、うん、って我々の目標は誰にも見つからないこと、言っちゃったよ、大スノーマン番組で大注目番組で発生したらもうバレちゃうじゃん、上層部も気づいちゃうよ、いやでもね、それを言ったらもうね、あの文化放送の人たちがね、うん、めちゃめちゃ笑ってた、知ってたんだ、バレてんだ、バレてたな、バレた上でやらせてくれてた、じゃあよかったです、じゃあよかったです、400もね無事超えれることでしょう、はい、ということで、その人たちも黙ってもらってそうね、ということで、はい、最後まで皆さんよろしくお願いします、はい、運水の本番どうしましょう、はい、ということで始まった運勢の今晩どうしましょうですけれども、おい、まあその検証が告知してくれたからさ、おい、ファンの方ももしかしたら聞いてる可能性があるってことだよね。ふざけんなよ。何？おい、見つけてくれたなってこと？何？どうした？髪の毛切ってるだろう。いや、それもう前回とかお話ししてるのよ。おいおい、そう、ジョー君知ってたの。そう。知ってた。うん、ジョー君が。っていうか、うん、あ、そっか。俺は、うん、あの共通の美容師さんだから、あ、それで知るわけよ。なんで二人いつも知らないんだろう。うんって思ってたのよ、うんうん、小野さんこの間来ましたよっていうのが分かるんだ、そうそう、イメチェンしたっていうツイートを見て、うん、
あのなんでみんな知らないんだろうな。それを言うならよ、うん、俺パーマ2週連続ノイジかけた。いや、かかっとるがな。気づいてる気づいてる。え、いつもそんな感じじゃん。ギョリンギョリンにかかっとるがな。いつもそんな感じじゃんだ。まあまあまあかかってますけど。ちなみにさ、なんか、うん、うちのさこのなんか大体誰かがちょっとロン毛でさ、うん、誰かがパーマ当たっててさ、うん、なんか絶妙なバランスを取ってないなんか、うん。そうね、みんななんか同じような髪型。俺なんかもうずっとこれですよ。もうなんこれテラのロン毛、そうそう、テラのロン毛はない、ね、みたいな。そろそろ行こうか今年。あ、でも結構伸びてきてます。全然短い。いやいやいや、襟足、やっぱね、襟足なんだよ。襟足跳ね刺す、うん、今年やろうよ。久しぶりに。じゃあでも今年見たい見たい。今のところ、うん、あのパンダなんで全然ビジュアル関係ないんで、うん、その何か縛りが発動するまで行ってみる。あ、いいね。行けるとこまでね。2024年行けるとこまで。寺山ロケになる。行けるとこまで多分行けちゃうよ、本当に。やっぱライフエンジョイナーとかでやっぱ一つぐくりしてるっていう。旅人っぽくて。いいね。うざ い, 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 いよね。うざい、うざい。髭でね。うざいな。生えて。いいじゃん。旅人っぽいじゃん。行ってみようかな。ジョイジョイじゃん。ジョイジョイじゃん。バッカーみたいな。じゃあ2024年行けるとこまで髪伸ばすわ。おお、え、ここはあの伸ばす伸ばす伸ばす。内側も伸ばす。刈り込み段の。まあどっちでもいいかな、俺的には。刈り上げつつ。俺はね、うん、もみ上げだけ刈ってた。ああ、はいはいはい、そう。でここら辺はやっぱそのまま一緒に結べるようになると楽だから。行ってみるか。いや、夢の一つぐくり目指しましょうよ。高校ぶりだよ、多分襟足伸ばすなんて。しかも一つぐくり。赤西人以来。赤西人以来よ。目指してた。一つごくしたことないやろ、だって人生で。ないっすね。一回もないんだ。あの、はい。なんて思われるか、恐怖で。なんか、おい、お前がやんなよ、みたいな。そんなことはない。みたいな。あれ多分、なかなかできる人、限られてると思うんですよ。でもなんか、テラがそういう風にやったら、なんか、高円寺にいそうな人。なるほどね、確かに。なんか、ロン毛の。音楽好きなんかな、みたいな。なんか。ちょっとじゃあやってみますね。はい、私今ロン毛ジョークも切っちゃってるしね。確かに。いや、まあでもちょっと伸ばしてる。うん、伸ばしてる。伸ばして伸ばして。ちょっとやってみますわ。はい。はい、はい、ということで普通歌読んでいきます。うんこばネームカルアミルクさんよりいただきました。皆さん薄い。薄い。大好きなコーナー、さおとめを知りたいがなくなってとっても悲しいです。いるんだね。いるんだよ、やっぱ。このコーナーを通して結局さおとめさんのことを分からずじまいだった皆さんですが、さおとめさん以外にもメンバー間で意外とプライベート何してるか知らないことってあったりしますか？賢章さんの最近の趣味、岸本さんの苦手な食べ物、寺山さんが最近読んでいる漫画など皆さんの意外と知られていないパーソナルな話があったらお聞きしたいですということです。今のやつ知ってる？みんな賢章の新しい趣味、新しい趣味とかだってないよ。まあ、でもゲームと漫画だよね、賢章はね、うん、もう、うん、まあまあ2本立てだよね、うん、確かに。新しいのはちなみにまあ今のところない、うん、新しい趣味は、新しい趣味ないね。うん、まあ、それで言うとペットがまあ最近一番新しい、まあ、一番新しい。ああ、そうね、なん、トカゲちゃんね、はいはい、うん、岸本さんの苦手な食べ物知ってる？え、知らないか。ちょ、当てたいな。椎茸じゃない？なんか甘いもん、小学生や、甘いもん好きじゃないねんなって言ってさ、まあ、あるはあるの、うん、でもあんことか好きなんよ。全然、あ、ちゃんと避けて食べるもんある。グリーンピース、あ、それはテラ、そう俺、あ、うん、それはジョーか。今まで僕らの前でそれ避けたことあります？ある、あるあるある。それは一般的にもそう、まあいる、あれ、あ、人参じゃない？かわいい、小学生かいな。幼稚園じゃんもん。それは。え？王道ですか？いや、ちょい外れぐらいだけど。キクラゲ。みんなはあんま気になんないと。無視されてる。違うから。違うから。なんだろう、当てたい。ジョー君、この辺やっぱり運数や強いから、ちょっと当ててほしいですけどね。タクちゃんが避けそうなもの。うん。だ、避けれるものだよ、だから。避けれるもの。そのわざわざ頼む頼まないじゃなくて、頼んだら、うん、あの、避けなきゃいけないようなもん。炒めたり野菜とか一緒に入っちゃってるのは鍋の。ああ、鍋、それは別だけど、鍋のものでもあるけど、なんか嫌いな理由としては一緒。系統は。ああ。ちなみに。ああ。何？何？いや、セロリじゃないかな。あ、セロリもまあ嫌いっちゃ嫌い。けどそれじゃない。うん、でもそれに近い。春菊。あ、正解。あと、それ、避けて食べるって言ってたのは、うん、三つ葉。あ、そっちの、草の味強いやつが。そう、俺、そう、だからパクチーとか三つ葉とか、まあそうだね、そう、草の味強い系がダメ。草の味。はい、はい。なんか草、草食動物か、わしゃって。大葉は？
ああ食べれるようになった。うん、なった。シソはシソ。好き好き。シソの葉。だから最近で言うと、ゴマの葉はゴマの葉。そうそう、エゴマはダメ？いや食べれるんで美味しいと思うよ。玉ねぎは？好き。え、ね、ネギはネギ。タンポポは。めっちゃ聞いてる。タンポポはねえだろ。カイワレ、あ、カイワレダメだね、じゃあ。カイワレ、あ、カイワレ好き。あ、カイワレいけるんだ。カイワレ好き。むずいな。え？あ、ミョウガダメです。ミョウガ、ミョウガ、ね、言ってたね。で、生姜は、あってもなくてもだけど、なんか、物による、ないとダメってことはないって感じ。ミョウガダメなんだ。で、わさびは好きって感じ。そうなんだ。知りませんでしたわ。はい。意外と知らない、ね。意外と知らないね。じゃあ続いていきましょう。うんこばネーム、みさきさんよりいただきました。ありがとうございます。うんすい、皆さん、うすい。うすい。最近大人になるにつれて仕事と自宅の往復で幸せを感じるタイミングが少なくなってきたような気がします、はい、イベントや舞台を見に行ったりこうしてラジオを聞くのはもちろん幸せな時間なのですが皆さんは最近どういう時に幸せを感じていますか？やっぱジローが出てくるジローいけるかもの瞬間そういけるかもジローチャンスやばいあじゃあ結構テンションめっちゃ幸せになれるねいやめっちゃ上がる今もうめっちゃ楽しみワクワクいや今やばいやばいんや声のトーンやっぱワントーン上がったもんね入ってきた時のトーンと違うもん散々アニメ撮ってきたのになるほどなまあそういいね食べ物はいいよね、うん、テンション上がる瞬間ってことテンション上がる瞬間、うん、俺はうわマージャン打てるってなった瞬間かなはいはいはいやっぱまあそういう感じだよねうん、俺いつもさそのヘアメイクさんと、はい、あと衣装さんスタイリストさん、うん、がまあ同じ、うん、そう人にやってもらってるねそういつも、うんうんうん、両方ともさ男でさ、うん、そうねでジロリアンなの二人とも元々、ね、でも最高よあれこの後いけるねっていうなった時ししジロリアントライアングルそうそうそうもうそういう時だけやっぱその二人、うん、他の俺以外の二人も後片付けめっちゃ早い、うん、巻くいいね、よし行こうっつってなるのそれ楽しいでもみんなでご飯は確かにいいかもね、うん、ありますジョー君は幸せうん暇ないかな怖っマッチングアプリ始めてください今年の大予想で、ね、先々週にやったんですよ今年、はい、ごマッチングアプリ開くっていうアカウント作るアカウント あ,、うん、あらゆるサイトでしかも別にこういうので言わない5つってことそうそうあーじゃあ本気なんだ本気いや本気探してんだ探してっていうような流れもうやってもそろそろやってもいいんじゃないっていうね段階まで来てると思う、ねうん、確かにでもそれやっぱその忍ばせてほしいよねやっぱそのそうでしょだからこういうとこで言わないでほしいでしょあそういやいやその実際に会った日あってもしダメだったらエピソードとしてもうそれをやっぱ録音しといてほしいその様子を、まあ、やりとりあの相手方の本人バレないようにねバレないよねあでも許可いやでも許可はやっぱ取った方がいいんじゃないそうそうちゃんとね今こんなことやってて本当にやる気じゃん悪いマッチングの仕方ですねはいということでここまででございますこれからもじゃんじゃんお便りを送ってきてくださいうんす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 い、うんすい番付。こちらは皆さんから募集したお題にまつわるランキングベスト3をメンバーで考えるコーナーです。では早速番付していきましょう、うん、今回のお題はうんこばネームまやさんからいただいた寒い日に恋人とやってみたいこと番付です。ほう、はい、いいお題ですね。いいいいね、うん、ときめき系のお題でございます、はいはい。じゃあそれでは早速3から聞いていきましょう。第3位いく人。はいはい、たくさんの第3位何でしょうか。キャンプです。キャンプ、極寒のキャンプ。程よいやつ。程よいやつ。俺昔それあの彼女ととかじゃなくて、はい、普通に撮影で5月ぐらいの、うん、あそこなんだっけ、リゾート軽井沢、はい、行った時俺マジ死を覚えるぐらい寒くて。寒いよね。だからちょっと寒すぎるのしんどいなってなって、うん、まあまあ程よく、ほうほう、春ぐらいにやりたいです、ね。なるほど、広い、はい、広いですね、はい、はいはい、なるほど。じゃあ続いて、じゃあ私行きましょうか。はいはい、はい。一つの手袋二人とも入れる。あ、細かいやつ。はい、めちゃくちゃ
ぎゅうぎゅうされた金を伸びる伸びる、ちょっとその手袋に二人とも入れるみたいな、できるそれなんかグリップついた軍手みたいなこと、あの柔らか柔らかタイプのね、柔らかビールタイプのやつで、そっちか、いきたいですね。はいはいはい、検証第3位です。セーターペアルック、おお、かわいいじゃん、ケアルックコーデみたいなこと、そう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 、ペアルックコーデありなのね、をやってみたい。あ、昔は絶対無理やったけどな、まあありにはなってきたかもしれない、ね、今なんとなく似てるとか、なんとなくペア系もあるしね。たくさん目も全くしてないですけど、俺してるから大丈夫ですか、あ、はい、いいよたくさん大丈夫、俺してる、俺してるから大丈夫、覚えてるか覚えらんないでしょ、思い出す思い出す。早乙女3位ですね、はい、ジョークの3位、あの鎌倉の中に2人で、あ、俺、あ、いいね、それ2位、俺それ2位、たくさんが鎌倉の中で2位、2位です鎌倉、それは何、まあ、そのワカサギ釣りとかそういうのとか、いや別に何かお鍋したいな俺は、うん、あの CM でありそうな相当な雪国行かないとっすね、そうね、その鎌倉作れるほど雪はあったんですけど、福島に、福島に、うんうん、まあその彼女と入ったことがないんで、はいはい、そういうとこ行って自分で作りたいっす。あれ鎌倉から、まあまあね、あれどんぐらいかかんの？相当じゃない？二人でやるとして、いや結構な雪の量よ。あ、もうなんか雪の量。リアカーみたいなやつ。なんかちょっとやっぱあれね、あの現実的にできそうな感じね。その、あ、違う、うん。検証は違うと。検証違う。違う、うん、おう、じゃあ何でしょうか。検証の2位かな？まあまあ2位は、うん、あの冷たくて。うん、赤くなった彼女の鼻に口づけ、うん、せジロー食べたくておかしくなっちゃった、脳がやられてる、口づけなのね、俺多分ケンショ8年やってて多分初めて口づけって言ったのこの番組 でちょっとね、で冷たい、うん、冷たい、いいね、うん、はい、冷たくて感覚もないだろうからね、うん、うん、じゃあ私行きましょうか、はい、ちょっと俺もリップクリーム貸してって言って、はい、チュですね、なんだよ今日口づけパーティー、はい、あー、あの向こうがリップクリーム塗ってる時に、ね、あ、ちょっと俺も貸してって言ったらもうチュってされる、はい、恋人だから向こうからされるってこと、そうそう、恋人だからいいし、うん、冬だからこそリップクリームっていうアイテムも出てくるのかなというやつですね、素晴らしい、はい、うーん、なるほどね、やりたかったな、うん、やりたかった、うん、うん、はい、じゃあ佐藤さん、はい、佐藤さんです、ね、の2位ですね、このテラの3位に似てるんですが、ほうほうほう、あの手つないで自分のポケットに入れる、コートに、コートの、ね、コートの方に入れる、はい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 、手袋はちょっとキチキチだなまあ確かに、うん、コート全然いいと思います、うん、はい、で相手方はあの手汗かいてるぐらいが嬉しいです、あ、緊張してんのかなみたいな、そうそうそう、でその手をこう取ろう、ガッて取ろうとしたところギュッていくってこと、うん、そうそうそう、うん、私あの濡れてるからみたいなね、うん、いい、俺乾燥肌だから、あ、ちょうどいいんだ、うん、ちょうどいいんだ、なるほど、なんか体液系が必ず出てくるの嫌なんだよ、モイスチャーだよな思い出に粘り気があるよなんか嫌だ、相手の水分吸収しようとするからちょっとさ、やっぱさらっとしてほしいよ、ちょっと相手が恥ずかしがってんの興奮するんだよ精液出ちゃってるの、はい、じゃあ私、はい、じゃあたくさんの1位ですか、はい、でなんか今聞いてるとみんなやっぱちょっとこう俺はイベント系をやって、でみんなこう系やったから、うんですね、じゃあまあそれと掛け算するのであれば何掛け算、赤ちょうちんはしご酒からのくんずほぐれつ何ですか何なんだ、ね、酔っ払っちゃって酔っ払っちゃって、赤ちょうちんのお店とかでこう、はい、飲んでなってっていうところが、まあ最終的にこう、まあまあ男女のみたいなベッドインってことね、はい、そういう流れがいいんだ、はい、なんかあの2軒目3軒目ぐらいからちょっとドキドキ、あ、ね、で終電あたりでやっぱこう、うん、一番ピークが来ましたで 朝まで飲むかなんつって僕それできないからもう1軒目でそのこと考えます。いやいや話がないな。ロマンがない。早いな。ささっとね。一人だけもう3軒目ぐらいお酒飲んで酔っ払っちゃってるから。なるほどね。そう。でワンチャン終電で帰れるなって。そう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 なっちゃう。逆にあっても。これはまあお付き合いする前だねだから、ね。そうね、はい。はい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 。付き合うきっかけみたいな。はい。赤羽あたりでね。はい。です。はい。じゃあ誰行きますか。じゃあ俺行きましょうか、はいはい、これはもう本当に申し訳ないこんなこと言って、結局だけど寒くなってくると
裸で抱き合ってるのめっちゃ気持ちいいよね。わかる。わかる。大丈夫今日。じゃあ、ほんとこれは寒いから。違う、それはもうしたいことだから。寒いからこそ。TM レボリューションさんの歌詞みたいになってるな。裸で抱き合って毛布を二人でかけてると、本当に心温まるよね。それね。うん、その流れで俺いい。あ、いいの。流れであるんだ。ゲレンデで、遭難して、うん、山小屋に避難して、ちょっと服が濡れちゃってるから。濡れちゃってるから、お互いの体温を守るために、裸で抱き合う。ちょっとあっち向いててね。そう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 。ジャンプとかそっち系の冬の定番回じゃん。そうそうそう。いなくなったって探しに行った二人が逆に迷子になるってやつ。ちょっと向こう向いててよ、のやつね。うん。それをやりたい。あるね。うん。背中でね。うん。ドキドキしちゃうんだよ。高いんだよ、本当に。うん。はい。こうみんな結構やっぱ抱き合いたいんだね。俺も。やっぱ冬はね。1位は、裸じゃないんですけど。ほう。じゃあ寝ようかっつって布団入って、うん、冷え性な相手の足が自分の足にひっついて、あ、ごめん冷え性って言われながら大丈夫だよっつってこの足で挟んであげる。おお、うん、足スキンシップで、足スキンシップで、ね、足スキンシップで、そういうのあるよね冬もね。挟んであげる。それで言えば私冬だから手冷えてるって言って金玉握らせる、うん、新年そうそう見つかってんねんぞ。冬だからできる。この番組上層部の人見つかってんねんからな。冬だからできるから。上層部の方もだってスタイって思ってるはずだから。たまって冬だからキャンタマ握り、キャンタマ握り、冷えた手で湯たんぽ並んでたまんぽ、どうあったかいでしょっつって。バカだな。ダメだって、せっかく告知してくれたのに検証が。しょうもね。すみませんぎる。脱線しました。お寺の位置タマンポにした。タマンポやめろって。みゆきさん、今日の編集大変ですわ。すみません。お仕事増えちゃった。はい。はい、ということで一応出揃いましたね。はい。もう1位は抱き合う以外ないよ、はい、まあまあ抱き合うがやっぱ一番ね体温感じられるというか、ひっくるめて抱き合うよ、うん、でもやっぱ寒い日の体温上がったのはタマンポだけどね。みんなの体温上がったの、ここ、ね、ったけどリスナーさんちょっとピー入ってるから分かんないから。もうやめようこれ。ちっちゃいんだから。そうさ、タマンポは大丈夫。タマンポは大丈夫。タマンポは大丈夫。タマンポは分からない。分からない。はい、まあ一応抱き合ったり体温を感じ合うことが素敵なんじゃないかな、はいはい、結局それですよ人間なんてものは。2位はどうしましょうか。鎌倉2つあったよね。ああ鎌倉ね、鎌倉行きます。素敵じゃないですかエピソード、ね、2位鎌倉に入るね。鎌倉デートとか、鎌倉でたまっぽそれはもう言わなかったじゃん俺。いや言いたかったでしょ、でも言いたかったでしょ。いやもうしわしわぞ。こっちも冷えてる。まあでも鎌倉もね、鎌倉ちょっといいじゃないですか、はい、3位ぐらいかなんか綺麗なの、綺麗なの。いや2位も綺麗なのだけど、口づけ、鼻中、鼻中、ほっぺとかもね、リップもちろんあるし、ね、口づけいいんじゃない。キス多めだね。うん、ふいな口づけね。メルティキスだ。メルティキス、ね、キスしたいんだねみんな。したいよね、うん、結構なんかあれだね、なんかロマンチックっていうよりなんかエロい方向に行きましたね久しぶりに。そう、ね、ちょっとでもなんかやっぱそのスキンシップ増えるとやっぱちょっとそうそうエロな、そうそうね、確かになんか夏だと嫌がられたりするしね、うん、だって冬は厚着してるから ね、 そうね、そなかなかそのスキンシップがないから、うん、はいはい。キャンプも抱き合う目当てでしょう。そうしましょう。抱き合いましょう、まあ、ぬくもりを感じたいですよ。キャンプで抱き合うってない。まあはい、ということで3位が、はい、まあちょっと口づけというかね、はい、スキンシップ、不意な不意な口づけ系、はい、で2位が鎌倉でちょっと抱き合う言ってないですか。温め合うで、まあ、1位がちょっと温め合う体温を感じたい、冬だからそこそより感じたい、男っぽいねいうことになりました、はい、ということで引き続き皆さんからは僕たちに番付けしてほしいお題をお待ちしております。じゃんじゃん送ってきてください。運勢
運水活動日誌。ここからは運水の活動報告をしていきたいと思います。現在運水の今晩どうしましょうの取り下ろし音声コンテンツを収録したダウンロードカードのプレゼント企画を実施中です。今月31日までに昨年の運水バスツアーで巡った訪問地を訪ねて、番組メールアドレス宛てに訪問地を訪れた証のお写真と訪問した際の感想を送っていただき、番組内で紹介された方にダウンロードカード1枚をプレゼントします。応募期間は2月8日までとなりますが、予定配布数に達し次第配布は終了となります。締め切り間近です。詳しくは文化放送 A&G のホームページをご確認ください。そして運水の今晩どうしましょう DJCD 第1弾から第5弾が通販サイト A&G ショップで販売されています。ぜひチェックしてください。はい、そして2月の25日日曜日にですね、運水アンギャ東京場所2024が開催されます。場所は、二子玉川ライズスタジオ&ホールにて開催されます。詳細は公式 X そして公式 TikTok の方をご確認ください。はい、ということで、運水アンギャ久しぶりですからね。確かに ね去年やれてなかったんですね、はい、なので、内容もね、はい、練っていきましょう。練っていきましょう、はい、ハウスで鍛えられてるでしょ。だからハウスの企画を持っていこうかっていう、じゃあ逆にハウスのものを検証にジャッジしてもらうっていう時間でもいいしね、うん、こういうコーナーあるよね。あのコーナーをやってほしい、ね、あのコーナーやりたいですね。はい、ということで皆さんぜひぜひお待ちしております、はい、以上運水活動日誌でした。はい、ということでお送りしてきました運水の今晩どうしましょう、あっという間にエンディングのお時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。アドレスはすべて小文字で unsui@joqr.net unsui@joqr.net です。また番組の最新回は金曜日のお昼より YouTube でも配信されています。こちらもよろしくお願いします。はい、ということで、うん、まあようやく次の回からは僕らも2024年に行けるということで、うん、そうですね、はい、うん、じゃあこっから今年最後の思い出作りに行きますか。マジで入るかな。まだお腹いっぱいなの。全然お腹いっぱいだよ。やばいっていうか明日やばそう。マジ、え、明日稽古、うわー、やばいっすよ本当に。やばい、え、でもあんま残んないけどな次の日まで俺。あ、でも俺もそうなんだけど調子いいんじゃない、うん、胃がね。あ、俺は初めて食べた日は本当に何も食べなかった。もう次の日、ね、夕方に食べてもう、まあね、そんな、うん、もう全然お腹いっぱいになった、ね、やばっ。うん、まあ、ちなみにお腹は空いてるよ俺も。あ、じゃあいけるじゃないですか。いける、いける、いける、全然いける。調節できるし、はい、はい、収録時間が22時過ぎ、はい、うん、いますか。いや、そこなじと行くよ。別にいいっすよ。行く行く行く、行かせてくれ。いや、行きたくないなら別にさ、うん、無理にとは言わない、うん、またチャーハンみたい、チャーハンみたいですよ。行ってさ、それまたちょ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 、俺デビューするならみんなとかいい。なんなん、そんな別に一人じゃこだわらなくてもいいですか。はい、じゃあ行きましょう。高い、高い二郎になりますね、タクシー代込みで。なんで終電逃す前提入れてくれよ。いや、はい、楽しみだな。ということでこのあたりでお別れです。ここまでのお相手は寺山武史と佐藤目ジョージと岸本拓也と小野健翔でした。せーの、うすい、バイバーイ。